武井さんは現在の日本経済状況についてどう思いますか？山本太郎代表が言っている特別定額給付金の毎月給付についてどう思いますか？だってどうだろうね。特別定額給付金か。まあ、あんまり変わんないような気がするな。今の日本の教育体系で、ただお金をばらまいたとしても、そのお金でできた時間を、お金があることで使える時間が増える、可処分時間が増えたことで、例えば経済力を伸ばすような学習をする人とか、わかんないけど、まあ、会社でより技術を伸ばせるような学びをする人とか、そういう人の人数が増えるとは思えないですよね。そうね。やっぱり日本の経済、これからはやっぱり日本国内で何とかするとか、海外に頼ってやるってやってるうちはもうどうしようもないから、昔の日本企業みたいにね、世界が求める技術だったりとか、システムみたいなものを構築する産業をやっぱり伸ばしていかないことにはどうしようもないんじゃないですかね。だから本当にもっと大学での基礎研究だったりとか、そうね、 IT 分野とかそういったところに特化した教育を国策として本当に強化していく教育方針に変えていかないと、実際日本の経済のパイはもう広がる余地はあんまりないんじゃないかなと思いますけどね。やっぱり外貨獲得できないでしょ、もう今。世界のトップ企業みたいなのは日本にもうなくなっちゃったしね、本当に。だからまあ難しいだろうね。教育だと思いますね、俺は。お金を配ることよりも。なんだかんだ。でもね、お金もなかったら教育も受けられないっていう人が多いんだろうから、まあちょっと数十年間違えちゃったんでしょうね。ここ20年ぐらい、施策を間違えちゃったんでしょうね。弱い日本になっているんでしょうね、今ね。誰か革命を起こす人がいるのかな。アメリカとかだって本当、ほんの10人ぐらいの革命家たちがビジネスを変えたところありますもんね。ザッカーバーグなりね、ジェフ・ベゾスなり、なんだかんだね。やっぱりな、ああいう GAFA みたいな、本当に世界のビッグデータを握るような企業が日本に生まれないもんかね。ひろゆきは任天堂って押してましたね。確かにゲームで世界を取ってるからな。プレイステーションとかもあるんだけどな。